おはようございます。いつもの朝です。ジャン君とポンちゃんはいつも通りこの時間は必ずこの体勢です。何が見えるんでしょうか。特に何も。面白いのはね、ここ半分だけやっぱり、スペースを取っといて座ってること多いです。この子たちはなんかよくわかんないけどいい子だね。いい子たちです。まあでも一人どくとここで横になって寝ちゃうけどね。はい、ということでおはよう。今日も一日始まります。ポンちゃん、はい、ポンちゃん、今日ポンちゃんはですね、ジャン君と二人でこたつベッドに入っていたんですが、こたつの形のねこれですね、急に飛び出してですね、すごいジャンプ力で部屋の中を逃げ回ったりしていました。多分ですよ、多分、寝てる間に怖い夢を見てですね、何かに追いかけられたかなんかで、急に飛び出したんですが、その後も部屋の中をビクビクしながらですね、こうやってこんな感じで調査してました。なんかいると思ってたのかな。でジャン君は一緒に寝ていたのに急に飛び出していったポンちゃんが怖くてですね、いつもの窓際のとこに行ってポンちゃんに警戒してました。何あの子何してんのっていうふうにやっておりました。はい、ポンちゃん大丈夫だよ。どうした。今はもう大丈夫なんだよね。何をしてんの。どうした。何ですか。平気ですか。パンちゃん、あ、ジャンクのとこ行く。はい、パンちゃん、よいしょ。はい、パンちゃん、ちょっと邪魔だった。パンちゃん、ご飯か。はい、大丈夫ですね。背景はすっかりクリスマスディスプレイですね。やっぱり気持ちが明るくなります。はい、ちょっとずつやっていこうということで、垂れ幕を先にしています。あとはピカピカ光るやつをね、キワキワになったら、来週の25日がやっぱり金曜日になりますので、クリスマスの本ちゃんということにしたいと思います。 His world is not a dying on his... ひとみさん、パパさん、ママさん、皆様こんにちは。こんにちは。ちょっと今日はどの調子悪そうなんだけど、自分ではね、イケてると思ってたのね。うさぎ月乃さん、クリスマスの飾り方がおしゃれですね。どこで買うのか気になったけど、今日はパパさんママさんの歌を聞いて元気をもらおう、もらおうと思います。ありがとうございます。はい、ちょっと待ってね。今布団を敷いているとこですが、ジャン君出てきてここに来ちゃいました。そろそろ寝るよ。ジャン君寝ようかね。今日はなんかびっくりしたね。ポンちゃんの飛び出し方すごかったね。あんなジャンプ力あるかっていうぐらい飛んだね。はい、じゃあおやすみ。